マイズルは京都府の北東部に位置するし、もともとこの地域は田辺と呼ばれていたが、明治時代に山城や木にある同盟の地名との重複を避けるため、田辺城の歌称であるマイズル城より、マイズルの名称が取られた。田辺城がマイズル城の別名を得たのは、城形が南北に長く、東の城通り峠から眺めると、あたかも鶴が舞っている。 姿のように見えるからであるとされている。山地舞鶴市を代表する山岳には、福井県との県境部に位置する青葉山があり、若狭富士の異名を持つ。地域には他にも、標高694メートルの宇野が、竹669メートルの赤岩山など600メートル級の山々が連なっている。河川地域の大半を山林地域が占めているが、一級河川の 由良川や西舞鶴の高野川、伊札川、東舞鶴のヨホロ川、滋賀木川流域などでは、中石地が発達している。海岸北は日本海の若狭湾に面し、その最も深く湾流したところが舞鶴湾である。リアス式海岸など継承地に富んでおり、大水なき鳥繁殖地として国の天然記念物に指定されている冠リ島や、 靴島といった島々も舞鶴市に属している。当初日本海側気候の三陰区に属しており、春は山地より乾燥した灰が吹き下ろす、フェーン現象が起こりやすく、夏は高温多湿で晴天の日が続く。冬は北西の季節風が吹き、雨や雪の日が多い。年平均気温は摂氏14.8度程度と比較的冷涼に見えるが、夏季は最高気温が30度を超え、 冬季は最低気温が0度以下になることもある。12月から2月にかけては、積雪が見られ、豪雪地帯に指定されている。舞鶴市の市街地は、田辺藩の城下町、商工から発展した西舞鶴と、海軍の軍港から発展した東舞鶴の二つに分かれており、両地区とも特徴的な市街地を形成している。舞鶴市には他に中舞鶴、笠 大浦の3地区が存在する。人口は79,831人と減少傾向にあるものの、京都府で5番目に大きい自治体であり、北部地域の中心的地位を保っている。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、3.33%減の88,681人であり、増減率は、 負荷26市町村中13位、36行政区域中22位。出生率、高齢化率京都府全体の高齢化率に比べ、舞鶴市は若年層の生きがい流出が多く、高齢化率は比較的高めである。また、東西市街地の高齢化率が近年高まっており、ふと市では対策に乗り出している。 出生率は1.8を超えるなど、全国的な傾向からは高いものの、2004年には人口動態が初めて自然源となっている。丹波高知北部に位置し、東は福井県高浜町、南は京都府綾部市と福知山市、西は宮津市と接している。市内で最も古い遺跡は、由良川沿いにある、志だ遺跡で、縄文時代前期初頭の土器が出土している。 市内の縄文時代前期の遺跡としては、同じく、浦川沿いに、自頭遺跡、数江遺跡があるほか、大浦半島にも裏入遺跡がある。縄文時代中、後期には入植が市内全域に広がったとされ、東舞鶴の長来遺跡や、西舞鶴の今田遺跡などが見つかっている。裏入遺跡からは、丸木船の遺構が発見されており、沖山の国曜石や北陸産の モン岩性耳飾りなどが見つかっていることから、当時舞鶴に住んでいた人が海を介して、遠隔地の人と交流していたことがわかっている。弥生時代には、シダカ遺跡をはじめとして、揺ら川の自然堤防上に、複数の集落が形成され、水田の開発も、地域の周辺部にまで広がっていった。シダカ遺跡からは、銅卓や、 道剣形石剣が発見されており、当時豊作祈願や収穫を祝う祭礼が取り行われていたと想像されている。また、当地では、宝慶宗公墓や天員志墓、弥生時代末期になると、宝慶大乗墓が作られるようになった。観音墓殺立像、笠群についての最古の記述が掘られている。弥生時代以降、由良川下流域を見渡す。 山の上に墳墓が築かれるようになり、その立地から揺ら側の水運を掌握した主張らの墓であると考えられている。鉄製農具の普及や灌漑設備によって農業生産力が向上したことにより、各地の豪族が力をつけ、舞鶴地域には300基を超す古墳が作られた。その多くは6世紀後半に作られた横穴式石室を備えるものであり、これは 大和朝廷の支配の影響であると見られている。また、東舞鶴の妙見山古墳のように、農民の有力者が作ったと考えられる古墳も現れるようになった。651年に作られたとされる法隆寺旧像、東京国立博物館所像の銅像、観音菩薩立像には、新概念7月10日に放殺した笠標君のため、その日、 意地とおじの二人が造像を発願したとの名が掘られており、これは同地域についての記述としては最も古いものであると考えられている。他、藤原家からは丹波国笠群、パイヤオザと大庭久し土の鳥魚、一都五章は同二年四月と書かれたものなど、合わせて五枚の木管が見つかっている。713年には丹波国から笠群を含む五群が裂かれて、 単語国が成立した。奈良時代の初期、白河遺跡では、李長などの一部階級を除いては、ほとんどの人が縦穴式住居に住んでいたが、奈良後期から平安時代初頭には、村人の家も、掘ったて柱建物となった。裏入遺跡では、奈良時代後半から、声援、丹野が盛んになり、生産活動の拠点として人や物資が集まった。 縁起式神明朝には、笠郡軍の式内社として十一座が掲載されており、内名神大社に列せられた大川神社は、名神祭の際には、朝廷から、絹糸山綿といった和活兵に預かった。他、古代に建立されたと考えられる寺院には、種寺、窓鷹隆寺、松尾寺、金剛院などがある。平安時代中期より、末法思想が流行すると、 マイズル地域でも油港、天台などで、京塚が造営された。村上天皇の女王が寄進したとされる、シダカを皮切れに、マイズル地域でも、荘園の成立が進み、丹後国所荘園合保総伝数帳によると1288年には、すでに新域全域で、中性的な荘園や里が成立していた。ア鏡によれば、1195年に、 志楽し落草の住民が、自頭後藤も清の乱暴老関を鎌倉幕府に訴えている。南北朝時代において、単語国は大方北朝勢力下にあったとされるが、1337年には、岡田校長城の南朝勢力と北朝の吉川、常久が戦争を行っているなど、時世は単純ではなかった。南北朝期の単語国主語は目まぐるしく変わったが、 1391年に起こった明徳の乱の後は一色氏の両国となった。この乱で先行を残した一色万藩は、足利義満より元山梨の両国であった丹後国を与えられ、八代より細川藤高、明智光秀の連合軍が織田信長の命を受けて丹後に攻め入り、一色氏は滅亡した。舞鶴氏、鹿原、小倉を支配する小倉城主、 大倉春馬守る、同じくただし、まだ二城主、市村では守るも、細川氏によって、滅ばされた。1580年より、丹後国は、細川氏所領となった。当主、細川忠興は、宮津城に、忠興の父藤高は、田辺郷八田村に、田辺城を築き、居住した。1600年の関ヶ原の戦いで、両人は東軍に属し、 藤士高は、田辺城にて、西軍1万5千人余りを60日間にわたって、引きつける大港を立てた。戦後の論功交渉で、細川市に、武前国、文後国に、計39万9千国が与えられ、忠沖が、武前中津城に移った後単語には、京国高知が入国、田辺城に重視した。1622年高知の威嚇により医療は3人の、 息子に分与され、次男の高さんが、丹後田辺藩三万五千国を建てた。情報全域を、不大大名領にする幕府の政策により、1668年に、京国高森が、田島国と八日藩に違法された後、牧野地下重が、入法、幕末まで、牧野市の領国となった。1872年の藩石奉還後、 田辺藩は、木井田辺藩との混同を避けるために、田辺城の画商、舞鶴城より、舞鶴藩に改名された。舞鶴藩は、廃藩地権の後1876年に、京都府に編入。1880年に、笠組役所が置かれた。1889年には、舞鶴湾に、日本海軍の基地が設置されることが決定。舞鶴港は軍港になることになった。 周辺地域では実測183兆の土地が買収されたが、対象地域の農民には移転先の問題を含め、多大の犠牲がもたらされることとなった。1901年には正式にマイズル・府が発足し、日本海側唯一の軍港であるマイズルは重要な軍事基地となった。中マイズル、東マイズルはこの時に計画的な都市設計が行われ、 海軍の通用地としての人用が整えられた。マイズル・チンジフは、ロシアの日本侵入を防ぐために作られたものであり、1905年の日露戦争終戦を受けて、同港の最重要目的は達成されたものの、1904年の鉄道開通により、同市が陸海上交通の結節点となっていたこともあり、市の人口は増え続けた。 ワシントン海軍軍縮条約に伴う軍縮により、1923年に、マイズル・チンジュフは一時廃止され、規模も縮小されたが、1939年には、太平洋戦争に伴う、軍備拡張のため再指定されている。戦争末期の1945年7月29日には、アメリカ軍により、模擬原爆が投下され97人が死亡。翌日には、 マイズル港に停泊していた艦船が攻撃を受け、83人が死亡した。戦後マイズルは引き上げ港に指定され、1958年の引き上げ援護局閉局までに、ソ連や満州、朝鮮などから帰還した、法人66万4531人、遺骨1万6269柱を受け入れた、ほか、中国に3936人、 朝鮮に29,061人を送還している。陳述の解体により多くの市民が生活基盤を失ったが、1950年の旧軍港支店官法が制定され、新たな産業の創出が推し進められた。具体的には、旧海軍工廠の施設を利用した造船業、鉄道車両の製造などが行われたほか、軍需工場であった繊維工場が再開され、 加えて、化学肥料工場とガラス工場の誘致が行われた。また、木材を輸入して、木製品、家具を作る産業が発展した。しかし高度経済成長期の終焉とともに造船業、船移業などが構造的不況に陥り、企業浄化町的経済体制のもとにあった、舞鶴市は特定不況地域中小企業対策臨時措置法。 特定業種関連地域中小企業臨時措置法、特定地域中小企業対策臨時措置法などの、下でこうした構造的不況に取り組んでいくこととなった。雪の海上自衛隊舞鶴基地、北急岸壁1950年に、警察予備隊が創設されると、舞鶴にも駐屯が始まり、1952年には、警備隊舞鶴地方隊が編成され、舞鶴地方総幹部、 マイズル航路警戒隊などが発足した。その後1954年には自衛隊が発足し、警備隊マイズル地方隊は、海上自衛隊マイズル地方隊に解消された。海上自衛隊は、旧軍の用地をほぼそのまま利用しているが、旧軍用地の一部は、公共施設や宅地、国道になっている。東マイズル西部に所在する赤レンガ倉庫は、 いずれも、旧軍が建設したものであるが12棟が、現存。8棟は、国や、市の文化財となり、博物館や、観光施設に改装されている棟もあり、自衛隊基地と合わせ貴重な観光資源となっている。なお、残る4棟は、現在も、海上自衛隊が倉庫として使用中である。1953年9月25日には、台風13号の接近に伴い集中豪雨が、 発生。市内の河川は氾濫が発生して1934年の室戸台風以来の大水害となった。死者、行方不明者45人、負傷者80人、旧笠郡の位置、笠郡の地図、桃色部分が現在の舞鶴市。七、岡田上村八、岡田中村九、岡田下村十、丸八江村十一。 篠の目村13、神崎村14.4、所村15、舞鶴町16、高野村17、中筋村18、池内村19、与内村20、倉橋の村21、与幌村22、志楽村23、町来村24、東大浦村25、西大浦村舞鶴市は1889年4月1日の町村政志向により誕生した。 カサグ・マイズル町を前身とする自治体である。マイズル町は旧田辺藩の城下町であり、町村政志向時点では同軍唯一の町であった。その後、マイズル陳樹府の誕生とそれに伴う軍港都市の整備により、1902年にはアマルベ町、1906年には新マイズル町が誕生した。軍港誕生による人口急増は、 旧来の中心地であった舞鶴町にも影響を及ぼし、1936年8月1日には貿易促進とそれによる工場誘致のため舞鶴町が周辺5カソンと合併し、2年後に市政施行により舞鶴市となった。同日には海軍の強い要望により、軍港周辺の自治体であった新舞鶴町、中舞鶴町と周辺3カソンが合併し、 東舞鶴市が誕生した。1939年に軍縮により一時予行部となっていた舞鶴沈治府が復活し、東舞鶴市外にも軍事施設が建設されるようになったため、1942年には新たに参加村が東舞鶴市に併合された。戦地に伴い舞鶴港の重要性が上がっていくに、つれ、海軍は両舞鶴市の合併を強く要請するように、 なった。旧城下町の舞鶴市と、軍港都市の東舞鶴市は全く気質の異なる都市であり、合併は困難であると見られていたが、舞鶴市に軍施設が拡大していったこともあり、陳寿府に押し切られる形で、領主は1943年5月27日をもって合併した。終戦後、西舞鶴側から市の再分離が提案され、1950年の 住民投票では過半数の賛同を得たものの、実際に市町村区域の変更権を持つ、京都府議会にて提案が否決されたため、分離は叶なわなかった。1955年には当時国と府が進めていた町村合併政策に従い五村が合併、笠町が誕生し、1957年には舞鶴の分離問題が下火となり、 雪解けの雰囲気が広がる中で、舞鶴市への編入を実現させた。中丹広域新公局舞鶴、知恵造市長役所市議会常任委員会特別、委員会府議会衆議院舞鶴公安合同庁舎、舞鶴市は、京都府北部の経済、行政の中心の一つとして、また、舞鶴港を有することから、国の出先機関が置かれている。京都地方裁判所舞鶴支部は、 北部の4支部の中で、地裁の合議事件、火災の少年事件を受け持っているほか、法務省管轄施設である高知署も、北部では、舞鶴高知署だけにある。舞鶴赤十字病院舞鶴市には、国立病院機構舞鶴医療センター、私立舞鶴市民病院、舞鶴赤十字病院、舞鶴共済病院と大型総合病院が4つあり、他にも9つの大型病院が集積している。 また、中小規模の病院を加えると、約75もの病院が、市内各地に点在している。市内に拠点を置く医師は211人。宮津市や与佐郡、福井県大井郡からの通院者も多い。さらに、京都府北部の医療拠点としての位置づけられていて、京都府立の子ども療育センターやもう、老学校などが置かれている。子育て高齢者福祉郵便番号は、以下の通り。 2015年現在の姉妹都市は3都市。なお、日本国内に姉妹都市、友好都市はない。海外舞鶴市は産業構造の変化や慢性的な土地不足のため経済は停滞気味である。近年は大型商業施設の立地や企業誘致による企業進出を見られるものの、大手企業の工場閉鎖もあるなど一進一退となっている。 2010年の国勢調査によれば、第一次産業の従事者4.2%、第二次産業の従事者23.4%、第三次産業の従事者72.4%で、ある。産業別に見ると、卸売業ないし、小売業に就業しているものが、最も多く、ついで公務、製造業、医療、福祉となっている。男性に限って言えば、公務従事者は、 全体の18%を占め、これには海上自衛隊関連施設の存在が影響している。舞鶴市は京都府北部では経済的中心都市として重要であり、船舶の大型化や二役のコンテナ化に対応する港湾にするべく、舞鶴国際埠頭が整備され、関西の日本海側の重要港湾である。なお、 中心市街地の人口は1985年度の約8400人から2000年度には約6300人に減少。実質商品販売額も約170億円から約110億円と35%も減少しており、市と京都府ではその活性化に力を注いでいる。東舞鶴駅前を中心に高層マンションが建設され、駅北口には 北近畿最大級の家電量販店、ケーズ電機東、舞鶴店が入る、JR 東舞鶴駅、NK ビルが建っている、万願寺唐辛子、舞鶴の郷土野菜である。農業舞鶴の水源地、よほろ川の上流農林業就業者数は全体の約2.7%であり、高地面積は舞鶴市全体の4.2%である。 2015年のデータによると市内には2041世帯の農業経営者がいるものの、そのうち販売農家は714世帯、その中でも専業農家は245世帯のみである。最も多く育てられているのは米で、他には小豆、茶、大根なども栽培されている。軽野菜の万ネがいてラトウガラシは、マイズル発祥であり、万願寺関東の名称で2017年。 京都府内では初めて GI 登録を受けた。舞鶴市は、揺ら川水源地とよほろ川水源地を持ち、市の工作に用いられる土地は、全体の4.7%の1620ヘクタールである。そのうち、水田率は77.8%であり、主にコシヒカリを生産している。また畑に用いられる土地は368ヘクタールで、主に普通畑である。 総人口に占める農家人口は、1990年には15%強、あったが、2000年には11.9%、2831個まで低下している。全国と同じく農業就労者の高齢化も進んでいる。林業林業については、市内に26,957ヘクタールのリニアがあり、主に杉木の機材を生産している。 中端地域の揺らが流域で育った木材は品質がいいということから単集材のブランド名が付いている。自然体の林野率は79.0%で27,015ヘクタール。人口林率は34.0%で8,597ヘクタールである。国有林率は民間林の26,261ヘクタールに比べ、 754ヘクタールで全体で2.8%になっている。林屋数は1239個で、総世帯数に占める林屋数の割合はわずか3.6%でしかない。ちなみに、小安林は4322ヘクタールで全体の16.0%に当たる。水産業若狭湾に面する舞鶴市では、漁業も営まれており、 岩サワラブリなど2493トンが水揚げされている。舞鶴市内に属する漁港には、舞鶴漁港のほか大漁港、野原漁港、龍宮浜漁港、水が、浦漁港、清々漁港、瀬崎漁港、西大浦漁港、神崎漁港などがある。2000年現在で387世帯が漁業に携わっており、個人漁業経営体332世帯で、 漁業従事者世帯は五十五世帯である。舞鶴市でも就労者の高齢化が進んでおり、漁業就業者数に占める六十五歳未満の割合は五十九点三パーセントまで低下している。なお、舞鶴漁港では岩種類やアジ類が多く水揚げされており、近年では舞鶴近海で採れる岩柿を舞鶴柿としてブランド化しようとする動きがある。市内に所在する漁港は、 以下の通り、畜産業、畜産業も行われており、自然体で、父牛が190頭、灰卵鶏が13万9100羽飼育されている。工業終戦後、日本海軍の解体により大きな経済基盤を失った舞鶴氏は、旧海軍の工場施設を活用することによって、復興の道を歩んだ。舞鶴海軍工廠を前進とする、ジャパンマディンユナイテッド。 マイズル事業所は、日本海側にある造船所としては、唯一8万トン級の船舶が建造できる施設で、あったが、造船不況の煽りを受け2021年には、造船事業を撤退、以後は、艦船船舶修理専従事業所として創業している。同様に、肥料メーカーの日の出化学工業、繊維メーカーの大和宝石マイズル工場も、 戦中軍需施設として使われていた施設を活用したものである。市内の工業の中で重要な位置を占めるものとしては、他にガラス工業と木製品加工業があり、特に前者は市内の工業生産額の約半分を占めている。ガラス工業については、1952年に日本板ガラスが舞鶴工場を設置しており、 1991年時点で1021人を雇用していた。木製品化工業については、1968年に、マルジン・合板工業、林ベニア産業、丸玉木材が工場を建設し、平ら工業団地を形成している。ジャパンマリン・ユナイテッド、舞鶴事業所鉱山かつては、銀、銅、硫化鉄を産出する舞鶴鉱山や、銅、 鉛を産出する大股鉱山などがあったが、現在はいずれも閉山している。舞鶴港の写真、国土交通省撮影。商業舞鶴市の商業は、細川市により田辺城とその城下町が建設されて、以降発達した。江戸時代に西回り航路が開かれて、以降は、藩内の由良港が航路中の養心となった。また、 城下町を流れる高の川筋にある竹谷町は商業の中心地となり、海鮮丼屋や商家、川の両岸には船小屋や細工場が立ち並んだ。終戦後まもない1958年、舞鶴市は産業貿易館を設け、輸出産品の陳列を行い、貿易省の圧戦などにも力を入れた。証圏、都市圏、バザールタウン、舞鶴舞鶴都市圏は、 マイズル市全域を含め、福井県大井郡高浜町の全域と大井町の一部、綾部市、宮津市の一部を含んでおり、証券人口は約12万人である。近年では、東マイズル駅前に平和道系列のラポールが進出し、西マイズルにも、駅東側に佐藤系列のバザールタウンマイズル、駅前に佐藤マイズル店が出店しており、 また東西両米鶴市街地を結ぶ白鳥街道沿いや西米鶴の国道27号、国道175号沿いには郊外型飲食店や娯楽施設、大規模小売店などが立地するなど北近畿の商業地域として近隣市町村にその証券を広げている。それを受けて前述の駅前商店街は衰退の一途をたどっているため現代のニーズに添えない。 理解できない店は淘汰され、空店舗が目立つようになっている。一方で、若年層の引き込みに成功している店は、潤っているなど格差が見られる。また、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セブンイレブンと24時間営業のコンビニーも出店している。なお、前述した白鳥街道には、バイパス計画や四車線化計画があるものの、 すでに市街地が形成されていることなどから事業が進んでおらず、白鳥街道の旧道を拡張し、バイパスとする新たな道路計画がある。卸売業卸売業については2016年現在で168事業所1213事業者、小売業については644事業所4154事業者存在するが、事業所数、販売額ともに減少し続けている。 また、巨大な港湾を持つ舞鶴市では貿易も盛んであり、2018年で輸出額4,429万2,959円、輸入額7,140万1,949円となっている。輸入品では石炭、コークス及びレンタンが輸出品では輸送用機器が最も多い。観光業舞鶴市内には旧海軍施設である。 マイズル赤レンガ倉庫群や戸鍋城、古社、古札といった様々な観光資源が存在するが、同市はその中でも赤レンガと海、港を生かした魅力づくりを推進している。2016年時の水系観光客数は255万人であり、前年、前々年度と比べても増加している。製造業運輸、物流小売店コンビニエンスストア以前には、 舞鶴市内に本店を置く、金融機関は東舞鶴信用金庫、舞鶴信用金庫などがあったが、いずれも2002年の京都北都信用金庫との合併により消滅しており、市内に本店機能を有するところは JF のみ。なお、福井県を地盤とする福井銀行、福宝銀行が支店を有するほか、オバマ信用金庫も舞鶴市を営業エリアとしている。 京都北都信用金小舞鶴中央支店市の指定金融機関は京都銀行である。市内に本店、支店、出張所等の窓口を置く金融機関一覧は以下の通り。新聞社放送局電話市外局番は市内全域が0773である。電気小学校、中学校、高等学校、工業高等専門学校、大学の研究所。 2005年に建設された、不立の養護学校といった、学校教育施設のほか、海上保安庁の施設等機関である、海上保安学校、公共職業能力開発施設である職業、能力開発短期大学校がある。2003年より、京都聖火大学と共同で、舞鶴自然文化園の活用による、地域づくりなど様々な分野で連携を深めており、 2005年3月3日には、市と京都聖菓大学が、マイズルサテライト事務所を設置することで合意、それに先立ち、準備室が開設された。国立マイズル高専3校が設置されている。7校が設置されている。20校が設置されている。特急、マイズルにも使用される、旧北近畿単語鉄道の車両広域的な交通として、 JR 西日本の特急列車が乗り入れ、または接続している。なお、乗り入れる特急は、東舞鶴駅を始終着駅としているほか、西舞鶴駅に停車する。京都方面へは、特急、舞鶴が東舞鶴駅から京都駅まで約1時間30分で直通している。ほか、綾部駅で普通列車から接続する特急、橋立 木の先に乗車した場合は、東舞鶴駅から京都駅まで、おおむね、約1時間40分程度で到達する。なお、大阪方面へ直通する列車はないが、福知山駅で普通列車から特急、河野リに乗車した場合は、東舞鶴駅から、おおむね、約2時間10分程度で到達する。東舞鶴駅舞鶴線は、 日露戦争を控え着工を急ぐ必要から、施設鉄道前線の時代にもかかわらず繁栄で建設され、1904年11月3日に開通した。後に支線として、舞鶴港線や中舞鶴線も建設されたが、現在はいずれも廃止されている。1946年に舞鶴線及びその支線、宮津線を担当する西舞鶴機関区が開設。 1987年4月1日に JR 西日本に継承され、1991年には舞鶴線を担当する舞鶴鉄道部が新設された。1996年7月13日には東舞鶴駅が高架化され、1999年9月25日には西舞鶴駅が強常化されている。なお、北陸新幹線の鶴ヶ駅以のルート検討で、 福井県小浜市、舞鶴市を経て、京都駅へつなぐ、舞鶴、京都ルート案があり、京都府関係者が強く押していたが、国土交通省の調査結果では、費用対効果が得られないこともあり、与党の整備新幹線建設推進プロジェクトチームが、小浜市から京都駅へ直行する、バ浜、京都ルートを採用し、実現の可能性はほぼ消滅している。路線路線バスまた、京都、大阪。 神戸、東京から直通の路線バスが運行されている。東京から直通の高速バスは、2019年5月12日の出発便をもって運行を休止した。1991年3月26日に、舞鶴自動車道の福知山インターチェンジ舞鶴西、インターチェンジ間が開通し、市内発の高速道路が開通した。また1998年3月8日には、 京都縦貫自動車道の舞鶴大江インターチェンジが開通。同年3月18日には舞鶴西インターチェンジ舞鶴東インターチェンジ間が開通し、ようやく高速道路網が整備された。2006年11月8日に舞鶴市東地区と綾部市上林地区を結ぶ、不動舞鶴脇線の菅坂バイパスが開通した。2018年から国道27号西舞鶴道路の 整備が開始された。道道路は通過交通向けの西舞いずる市街地、回避バイパスであり、慢性的に交通集中が起こりがちな市街地内国道の渋滞、交通量減少に期待が持たれている。なお、これは南北に市街地をバイパスするものであり、別計画で東西に市街地をバイパスする臨港道路上、アクセン、私も、 福井線が以前より事業中であるが、こちらは最終区間の工事が父として進んでいない。高速道路高速道路については、舞鶴はか自動車道が市内を通過している。国道不動指導新日本海、フェリー、浜那須、航路、境港東海ウラジオストク航路に、舞鶴を追加することや、舞鶴側走、ザルビの航路が検討されている。赤レンガ博物館、 吉田のしだれ桜海軍記念館室町時代から、安土桃山時代にわたって、単語国の国府として発展し、数多くの史跡がある。また、かつて、舞鶴鎮守府が設置されていた関係で、旧海軍に由来する施設も多い。倉庫軍と舞鶴湾を望むコースは、UFO 百選にも選ばれている。と、日宿日には、点在する観光名所を循環する。 マイズル観光収遊バス、プリーズ号が運行されている。国の文化財、天然記念物など気有乱戦建物博物館等、施設神社仏閣マイズル自然文化園マイズル市では、近畿方言の一種である、マイズル弁が話される。マイズル市は旧単語国であるが、マイズル弁は、宮津市などで話される、単語弁とは違いが大きく、綾部市などで話される、丹波方言に近い。 代表的な表現は、チャッタで、マイズル弁のことを俗に、チャッタ弁と呼ぶ。ローカルヒーロー、マイズル防衛戦隊チャットマンの名称はこれにちなむ、もの。この、チャッタは、丹波方言や晩州弁などでも使われる軽い敬語で、例えば、あの人が来ちゃったは、マイズルでは、あの人が来てしまったではなく、あの人が来られたという意味になる。チャッタの現在形は、手やまたは、手です。 このか、マイズル弁では、しとってんを、しているのという意味で使い、大阪弁のように、していたんだという意味では使わず、アクセントも異なる。多くの映画の舞台となった赤レンガ倉庫群マイズルフィルムコミッションが、ロケのサポートを担っている。ありがとうございます。